変なとこに汗をかく緊張感っていうのとかね、大丈夫かなとかこんな感じですよね。で、こういった緊張って本当に良くないんですよ。ですから、皆さんどうもこんにちは。こんばんはの方はこんばんは。株式会社即決営業人情派の犬です。今日は皆さんにですね、現場前に緊張しない方法ですね。これについてお話します。まあ、昔からね、こうコンサルをさせていただいてて、やっぱよく聞くのが、こう、現場前にもうすごい緊張するんですと。どうしたらいいですかっていう質問めちゃめちゃいただくんですよ。で、これ皆さんもわかると思うんですけど、緊張ってこう、いろんな緊張があるじゃないですか。で、いろんな緊張がある中で、こう、高揚感がある、いい緊張だったらいいじゃないですか。いわゆる、さあ、やったろで、とか、あ、楽しみやな、っていう、こういう緊張感ですよね。ただ、多くの方のご質問も、そういったものとは、もう、いわゆる、真逆の、いわゆる、ネガティブな緊張ですよね。まあ、なんか、変なとこに、汗をかく緊張感っていうのとかね、大丈夫かな、とか、こんな感じですよね。で、こういった緊張って、本当に良くないんですよ。ですから、こういったネガティブな緊張感をなくすために、そもそもこの緊張する理由とですね、それをなくす方法ですね。このことについてしっかりお話ししていきますね。これ事実、すぐに実践できる方法ですから、もう明日からすぐ使ってください。今日の夜、現場がある方は今日から使ってくださいね。それでは実は2つポイントがありますので、行きましょう。即決営業。それでは早速、1つのポイントです。それをですね、準備万端にするということです。まずこの準備ですね。やっぱ大事です。まあ、例えばですね、この人間の要素ってあるじゃないですか。なんか7割は水でできててとかね、そういう何割は何でできててっていう、こう要素を考えたときに、こう、緊張する要素ですよね。これをね、分解すると、この準備不足から来る緊張が、だいたい3割ぐらいになってます。やはりですね、準備が甘いと、その分緊張感は高まってしまうんですよ。例えばですね、こう、ロープレが不足していて、こう、覚えた技術がちゃんと、できるかなとか、うまくいくかなっていう、この不安ですよね。この不安から緊張感っていうのは実は高まっていきます。いわゆるぶっつけ本番とかで臨む時の緊張感はこういうことですよね。で、こういう準備不足に対しての、例えば、ロープレを全然してなくて現場に毎日行ってる。こういったのはね、ずっと消えません、この緊張感は。ですから、自分で覚えたトークとかですよね。これは、意識してやるレベルじゃなくて、もう無意識でできるになるまで、しっかり何度もロープレ、いわゆる準備を重ねてください。でないといつまで経ってもこの緊張感は消えないですから、しっかりロープレやってくださいね。またですね、いわゆる相手のこう、いわゆる情報不足とかも同じです。まあ、当たり前ですけど、相手の情報が、いわゆる分かってれば分かってるほど安心するんですよ。緊張感ってのはないんですね。なぜならそれに対して、あ、こういうことを説明しようとか、こういう順番で喋るとか、こういう質問来るやろなとか、まあ、あらかじめ想定がいろいろできるわけなんですよ。ですから、この準備ができると緊張感っていうのはぐっと下がってくるんですね。ただ、相手の情報が何もわからない現場に行くってなった時は、やっぱり、どんなんやろうって形で、どんな人やろうとか、どんな現場になるんだろうっていう、こう、目に見えない、また不安が募っていくんですよ。で、これが緊張感をやはり作っていくわけなんですね。もうなんか、なんやろう、何が来るんやろうっていう、こう、見えないビクビク感ってやつですね。まあ、私はないという前提を置いて、なんか奥さんに隠し事がバレた時な感じですよね。で、その時の質問はこれですよね。あんた、なんか隠し事あるよねっていう、これですよね。どれやっていうね、このもう嫌すぎる緊張感ですよね。やはりですね、こう、不意をつかれるわけではないんですけど、こう、何かわからない、ね、どれかわからないという目に見えない、やっぱ不安が一気に緊張感を高めてしまうわけなんですよ。ですので、しっかりその、準備不足から来てますから、いわゆる相手の情報も調べれるだけ調べておいてですね、こういった不安を作らない。これがまず大事なことですね。ですから最終的にトークの準備であったりとか、相手の地域の情報であったりとか、他者の情報をしっかり調べておいてください。そういうのが聞かれなかったとしてもね、現場では使わなかったとしてもです。まあ、運転で言うとね、いわゆるかもしれない運転ぐらいで、しっかり準備はね、怠らずにやりきってくださいね。そうすることによって緊張感っていうのは消えてきますからね。しっかり準備しておきましょう。そして2つ目です。結局緊張の要素をですね、すべて作るうちのもう7割ですね。7割はこれが原因です。それは何か？ベクトルが自分になっているということです。もう、はっきり言いますね。もう今までなんで緊張するんですかって僕がいろんな方に質問していって、もう見つける原因がもうこれなんですよ。はっきりとこれと言い切ります。ベクトルの方向、いわゆる矢印ですよね。どこを見てるかというのが、この方向が間違ってるわけなんですよ。詳しくお話しますね。皆さんね、現場の前、直前とか現場前に何考えて向かってます？そして、何を目的に商談に向かってますか？いわゆるベクトルはどこになってますかということです。これが自分です。自分に向いてませんかっていうことなんですよ。自分というのはどういうことかというと、例えばこういうことです。覚えた技術ちゃんとできるかなとか、そもそも契約今日取れるかなとか、この現場外したら今月やばいなとか、よし、今日取れたら目標達成やぞとか、などなどですね。これすべてね、ベクトルがいわゆる自分に向いてるわけなんですよ。契約が取れるかどうかは自分ですし、また自分がじゃあうまく喋れるかとかですよね。噛まずにできるかとか、覚えたことができるかとか、これもう全部自分に向いてるわけなんですよ。で、これを絶対やっちゃダメです。これが緊張なんですよ。これ例えばですけど、結婚式のスピーチとかあるじゃないですか。そんな中で、こいつガッチガチに緊張してんなっていう場合ありますよね。あれ実はもう完全に考えてることは、うまく喋れるかなとかですね、噛まずに喋れるかなとか、もうこういうことしか考えてないんですよ。いわゆるですね、もう自分しか見えてない、新郎新婦が不在の場ですね、自分がどう見られるかを考えてるってことなんですよ。これってね、絶対緊張するんですよ。これ、理由は簡単です。うまく喋れるかどうか。これね、答えは、わからないからなんですよ。ですよね。ちゃんと喋れるかどうかとか、噛まずに喋れるかどうか、そもそも契約が取れるかどうかなんて、もう考えてもわからないことじゃないですか。で、わからんことをどれだけのお味噌で考えても、実はこれ答えが出ないんですよ。で、答えが出ないから、やっぱり不安なんですよ。で、この不安から実はどんどん緊張感っていうのは作られていくっていう、こういう科学的なメカニズムなんですよ。ですから、いつまで経っても緊張はなくならないですね。ですから、そういった考えをしてるんだらもうやめてください、すぐにね。では、どうしたらいいか、ベクトルをどこに向けたらいいのかということです。それはですね、もうしっかり覚えてくださいね。相手の問題解決です。これ1点です。現場前に考えないといけないことは、契約取れるかなとか、これ取れたら、目標達成やなとかですね、ここ外したらやばいなとか、うまく喋れるかな、そんなこと一切考えないでください。相手の問題解決をする。もうこれ1点だけ考えてください。で、なぜかというと我々営業マンのやるべきことっていうのはこの問題解決なんですよ。何かお客さんが問題を抱えている、それに対して、自社の商品やサービスでその問題を解決する。これが営業です。押し売りすることや買ってもらうことでもないんですよ。お客さんがまだ気づいてない問題点などにしっかり気づいてもらって、それを早期に解決する。これが絶対的に我々営業マンのやるべきことなんですね。これは全くですね、お医者さんと同じです。どういうことかというと、なんか気分が悪い、なんか体調悪いぞ、よし、病院に行く。先生が聞きます。今日どうしましたかと、いわゆる問診と触診をする。それに対して、こんな感じで頭痛があって、鼻が出ていて、なんか節々が痛いんです。じゃあちょっと検査しますね。インフルエンザですね、と。問題点を明確にして、じゃあお薬出しときますね。会社はだいたい4日から5日は休んでくださいね、と。いわゆる解決策と解決案を提案して問題解決を行う。これがお医者さんですよね。で、営業ってのはこれと全く一緒なわけなんですよ。お伺いしてお客さんがまだ気づいてない、もしくは少し気づいてる問題点などをヒアリングをしっかりして聞き出すと。で、問題点を明確にしてあげると。で、それに対してプレゼンテーションを通じて我々の自社の商品やサービスですね、これを通じてですね、お客さんの問題解決をするわけなんですね。ですからやっぱ我々営業マンというのはお医者さんと全く同じだというイメージをしてください。そしてですね、この問題を解決するという、この1点にのみベクトルを置くことなんですよ。そうすることによってやっぱ緊張はしません。相手がどんな人であっても、偉い人であっても、自分の行ったことないようなすごい現場であっても、もう問題点だけを見てください。で、問題点だけを見ると、それはあなたは解決できるプロなはずですから、絶対に怖くないんですよ。で、お医者さんでね、皆さん、緊張してるお医者さんって、まあ、見たことないと思います。まあなんか、命に関わるような大手術の前やったらまた話は別ですけども、まあいわゆる町のかかりつけのお医者さんのとこ行ったら、大抵こうですよね、緊張感のかけらもなく、今日どうしました?そうなんですね。頭痛はどう?じゃあちょっとお腹見してね、みたいな感じで、もう緊張感のかけらもないと言ったら失礼ですけど、全く緊張してませんよね。あれはですね、お医者さんがなんか治せるかどうかとか、なんかうまく問診ができるかなとか、そんなんは一切考えてないわけですよ。お医者さんは、ただ来た患者の問題を解決する、もう問題点をどうしたらいいか、この1点しか見てないわけなんですよ。ですから、全く緊張してませんよね。で、これが営業マンも一緒なわけなんですよ。今日も、現場に行く前にしっかりお客さんの問題を解決しよう。もうこの1点だけ見てることですね。そうすると、驚くぐらい緊張感はなくなります。なんだったらこれがですね、よし、しっかり問題解決してやろう、やってやろうぐらいのいい高揚感のある緊張感が生まれてくるわけなんですよ。なぜなら、あなたじゃないとお客さんの問題は解決できないんですよ。あなたじゃないとこれダメなんですよ、絶対に。困ってる人はね、たくさんいます。その人たちのためにですね、もうゆっくりしてる場合じゃないんですよ、我々営業マンは。一見でもですね、多くの問題解決、これだけを見て向かっていってください。お客さんに向かうんじゃないです。問題解決だけに向かってください。それがあなたの勇気になり、いわゆる現場前の、取れんかったらどうしよう、うまく喋れるかなという、こういう緊張感は一切なくなりますね。で、こういった問題解決に向かってる人ってやっぱりね、トップセールスマンになっていきます。これね、私17年間営業やってますけども、この営業人生の中でね、かなり震えた瞬間があるんですけどね。僕の部下でありがたいことに、もういわゆるトップアポインターさんがいらっしゃるんですよ。もうえげつないぐらいの実績と結果を取ってるアポインターさんですね。で、その部下とですね、僕が仕事中に喋ってたんですよ。で、仕事のことで話しかけて、でももうそれは解決して、別件で、僕もおしゃべり好きなんで、たわいもない話をその人としてたわけなんですよ。そうするとですね、そのトップアポインターさんにですね、こう言われました。今日も困ってる人たくさんいるんで、もういい加減電話していいですかって言われたんですよ。もうね、衝撃でしたね。はい。もう困ってる人のために早く自分が電話をしないといけないってこの使命感ですよね。そらこいつトップやわな。そらもう参ったみたいな、僕はそう感じましたね。で、このトップアポインターの子はですね、今日自分が契約取れるかなんか、どうかなんていうのは、もう一切考えてないわけなんですよ。困ってる人が絶対いる。その問題解決をする。そのために電話をしてるっていう感じなんですよね。ですからその人からは、いわゆる緊張感は微塵もないです。もう今日も早くやろうっていう、もう仕事に対してのモチベーションも非常に高いわけなんですよ。話戻ると結婚式のスピーチももう全く一緒です。自分がね、うまく喋れるかどうかなんて考えてもね、緊張するだけなんですよ。正解はこれです。新郎新婦が喜んでもらうために喋る。これだけです。それだけ考えて喋ったらいいんですよ。もう周りの目なんか気にせんでいいわけなんですよ。自分がね、今までお付き合いしてきたこの新郎新婦のいわゆる素敵なところであったり、尊敬するところ、そういうエピソードを喋るだけ。もうこれだけでいいんですよ。新郎新婦に喜んでもらおうっていうね、その気持ちで喋ったらもう一切緊張はしません。ですから皆さん大事なことです。現場前に契約が取れるか取れないかなんかもう一切考えないでください。ただ、これから行く現場にですね、困ってる人がいる。その問題解決をする。もうその一点だけを見て現場に今日も向かってくださいね。緊張をまずしなくなりますし、それ以上に私が早く行かないとっていうもう勇気も出てきますから、それがいわゆる営業の成績です。ぜひですね、もうガッチガチでこっちも緊張してまうわ営業マンからですね、自分のために一生懸命になってくれる営業マンにぜひなってください。即決営業、そして我々実は即決営業では、毎月ですね、もう人生のターニングポイントになる、セミナーや研修などを行っております。そしてこれは私自らも行っております。東京と大阪でやってましてね、私は実は大阪で待ってます。必ずあなたが人生振り返った時に、あそこが分岐点だったなと思ってもらえるような、自信のある、セミナーになっております。そしてウェブでも行っておりますので、全国からの参加が可能にもなっております。ぜひですね、こちらから一度チェックしてご参加してみてください。概要欄にも貼っておりますので、一度チェックしてみてください。まとめますと、緊張しないための2つですね。1つ目、準備を万端にしてお客様の現場に向かうことです。そして2つ目、ベクトルはお客さんの問題解決に向かうの以上2つでした。そしてこのチャンネルではですね、即決の技術を伝え、そして営業マンの売り上げを上げるために日々動画を配信しております。なるほどなと思った方はですね、ぜひ高評価またコメント何でもいいのでお待ちしております。そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。コメントをすべて、拝見させてもらってましてね、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。成功はですね、技術の集合体ですから、必ず誰でも成功できます。ぜひ頑張ってくださいね。以上、株式会社即決営業人情派の乾でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ、下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。